1月11日月曜日の全国の天気をお伝えします。まずは気圧配置から見ていきましょう。朝9時の予想天気図です。高気圧の圏内となるところもあり、日中は穏やかな空が広がるところが太平洋側中心にありそうです。北陸付近の雪もだんだんと月曜日は降りにくくなるところが出てくる見通しです。ただまた新たな低気圧の発生も予想されており、西日本では天気の崩れるところがある予想。北日本に関しては冬型気圧配置が続いて寒気の影響を受けるため、雪の降りやすい天気が続きそうです。では実際に天気の移り変わりがどうなるのか見ていきましょう。北日本では雪が強まったり吹雪になったりする可能性があるので注意が必要です。また日曜日の夜から月曜日の朝にかけて雪が強まる北陸に関して、午前中を過ぎるとだんだんと雪の降り方は落ち着くところが出てくる見通しです。雪かきのチャンスとなりそうですが、怪我などないようにお気をつけください。太平洋側では広く穏やかな天気となりそうなんですが、西日本ではまた天気の下り坂となるところがありそうです。特に夕方以降は雨や雪の降りやすい天気となる予想です。足元の状況などには気をつけてお過ごしください。続いて気温の予想です。特に朝は冷え込むところが多く、北日本を中心に東日本でも氷点下の冷え込みとなるところがありそうです。水道管の凍結、路面の凍結などにご注意ください。日中は特に東日本や西日本などで気温のいくらか上がるところが出てきますが、東京など関東も10度に届かないところが多い予想です。北日本を中心に昼間も厳しい寒さが続きますので、暖かくしてお過ごしください。11日月曜日の天気をお伝えしました。